なあ、そいつは望んだわけでもないんだ。そうだろ、じゃあやってみろ、さっさと。できるもんならな。おい、言ったよな、覚えてるか、俺の計画を。子供たちに指一本でもくれたら死ぬほど後悔するぜってよ。確かに聞いたよな。もう手遅れだ。お前だけじゃねえ。なるほど、貴様落ち着きの力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。せっかくだ、お前たちに選ばせてやろう。あのバカ。ゆっくりと時間をかけて殴り殺さ。要するにドーピング代理の卑怯者じゃねえか。んなもん道具や薬に使われてるだけだ。本物の力じゃねえ。お前だ。お前がこの内毒で一番強いチャクラを持っている。カワキを狙ってるカラっていう組織の奴らも必ず探し出して全員ぶっ潰す。なんだと。うん、ちょっとな。待て、額当てを置いていってもらう。おかげの息子だから狙われたってこともねえんだな。くそ。サスケならもう立った。あまりのんびりできる状況でもねえしな。ずいぶんと時間がかかったようだな、ご老体。なるほど、お前も勉強しとかねえと俺みたいになっちまうぞ。我には貴様の運命はよく見えるぞ。ま、家にいる理由ができてちょうどいいってばよ。なるほど。なんだと、そんなことで。ああ、今度はお前もやってみっか、忍術の修行をよ。本物の力ではない、徒歩先か。所詮は過去の生物、我は打ち付けエサンス。あいつらしいといえばらしいってばよ。来い。相棒の麦野も一緒だが、二人とも安否がわからねえ。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。はあ、ここまでか。俺は第七班で。覚えてるか、昔週末の谷でお前が俺に言ったことをよ。一流の忍びならってやつだ。だからどうした。我にとっては地道に鍛錬を積むことでしか力を得られぬ下等種、チャクラの身になってしまえばただの餌よ。ふん、ここまで来てそれはねえだろう。まさか今度こそマジで天国なんじゃ。
てめえの方だ。勘違いしてんのはよ。悪いな。ここに来る前にいろいろな術を吸収させてもらった。お前たちがそれらを完成させるためにどれだけの時間を費やしたかは知らんが。分かってんじゃねえか。この端があればいとも容易にお前たち以上の力を得ることができるのだ。これさえあればいくらでも。まあ聞けって。そいつは望んだわけでもないのに、そりゃ連れ帰って尋問すんだよ。ただ倒すだけならもっと簡単だったかもしれねえが、わざわざ苦労して生け捕りにしたんだからな。まあそのはずだ。忍びの3倍特許ってわけじゃねえ。確かに俺たちは本質はそこじゃねえんだ。勘違いするのはゴミども。見えないがどうした。なるほどな。別物ってよりただの化け物ってとこだな。